アレクサンダー・メル・ビルベルは、スコットランド生まれの演説学者。シワ法の発明で知られる。電話の発明で知られるアレクサンダー・グラハム・ベルは次男。シワ法のザ・アレクサンダー・メル・ビルベルは1819年に、エジンバラで生まれた。エジンバラ大学を卒業後、同校で約30年間演説学を教えた。1865年の父の没後は、ロンドン大学に移った。 父親のアレクサンダー・ベルも演説学を教えていた。1844年に聴覚障害を持つイライザ・グレースと結婚し、3人の息子を設けたが、3人とも結核にかかり、アレクサンダー・グラハム・ベル以外の2人は結核で死亡した。シワ法に関する主張は1867年に出版されたザ・ビジブル・スピーチである。シワ法は、 聴覚障害者が話をするのを助けるもので、国際音声記号と同様に単音を表す記号を使うが、国際音声記号と違って、各文字はラテンアルファベットに基づかず、音を象徴する政治的記号を使用した。後にヘンリー・スウィートは、この記号を改良したものをいくつかの論文で用いた。バーナード賞の擬曲、ピグマリオンの第二幕に、シワ法が登場する。また、 日本の伊沢修司は1876年のフィラデルフィア万国博覧会でシワ法を知り、英語学習や標準語の推進などに使うことを考えた。1870年8月に一家でカナダに移住し、クイーンズ大学で教えた。1881年には再び一家でワシントン DC に移住した。カナダのブラントフォードにある、A、AM ベルの家は、 現在カナダ国定史跡に指定されている。ありがとうございます。